が壊れることはないけど。そうだよね。ちょっと待って、それ。ネタ？ネタ？ちょっとナイスショット出たらどうするの？笑う。え、でも大丈夫そうじゃない？ちょっと高いけど。行ってみる？ちょっと高いけどね。行ってみる。ちょっとそれ、ちゃんと打とう。ちゃんと打とう。これでも本当頑張って振らないと。おお、綺麗、まっすぐ行きました。いや、内緒です。さすが。あ、大事なティーが。でもちょっと抑えてはいる。ああ、方向性。そう、あれをもっとバーンってやるともうピョーンっていっちゃうから。やっぱね、うん、自分の力の最大限9割か8割ぐらい。あ、ブレないギリギリってところ。そう、まあ、そういう練習してないしね。万振りの練習してないんで。どうぞ。そう、やらないっていう。つま先上がりの時どうしたらいいんですか？つま先上がりは真ん中よりも右側にボールを置くと一般的には言われている。手折れるかと思いました。なんかね、ダフりやすいんだよね、その先上がり。なるほど。だから右側に置くって言われてる。でもギリギリだったでしょ。ほぼ折れた。長い。普通はさ、100ヤードぐらいでしか残らないでさ、ピョーンっていって終わる。内緒。ここで。ピン手前で残りも入れたら150くらい。私も左側だね。ちょっとしたら。全然止まなくなってる。え、これで？うん。すごいな。クラブが本当は5番ユーティリティでいつもだったら打ちたいんだけど、はい、多分それじゃ届かないんだよね。練習に行ってないから。そう、多分触れなくなってる、うん、左側からだよ。ピンの左からだよ、うん、あの木ぐらいですよね。うん、木ね、どこの木どの木？あとあれ、うん、結構攻めるね。あ、ダメだこりゃ。あ、でも乗ったけど、うん、ダメだこりゃが。悔しいだけあれかな、あれじゃない、 1,2,3 になっちゃってんじゃない。いや、思います。なんじゃこりゃ。ダメだバディ。マジで入れば。カップ右でいい。そんな曲がんなそう。そうだよ、もっと曲がる。いや、ま、曲がりますね。これ間違いなくカップは外すんですけど。外す系。はい、
カップ1個この辺くらいは。ボール1個、はい、ボール1個見るか見ないかくらいは。こんぐらいか。あとは運しかない。届け。届かん。あ、結構パチンって打ったけどね。ナイス、うまい。ありがとうございます。ラストティーショット。はい、落ちてきた。みんなの反応がなんかちょっともう体がおかしかった今。いや、もう最後見せてくれっから。あ、そうだ、セクシーフィニッシュで。セクシーフィニッシュ。そうそう、セクシー。できるかな。おお、飛んだね。ナイスインだ。ナイス。ナイス。入っちゃった絶対。手前っぽかったけど、入った。手前。手前ですか？でも見えなくなった。なってました。フィニッシュ。なった。ここ一回止め。ああ。いやけど今おいおい。初めて目の前に行って見たけど、おいおい、あのボール位置でスライスするよ。そうそう。ゆきりこうやって。そうそう。いやいや、それだってどう届かねえもん。こうなってんの。そう。ゆきりの正面打って。であれね、徐々になってたの。え。そうだよね、最初なんてないもん。えで、だから今もうスライスって出玉右って感じじゃん。そう、もう手がこうなってたの。セクシーさを追求したんじゃない。バカにしてますよね。いやいや、してない。ハンドレートにするといいよってこないで言ったじゃん。ハンドファーストになったから。こうですよね、うん、後半は結構ちょっとあ、なってた、なってた。ちょっとずつなっちゃってたの。なんでだろうね。ここはパンチショットですね。ちょっと左行かないようにしな。左行っちゃったぞ。抜けろ。出た。イエーイ。あー、パンになってるな、また。あぶね、そう、今後ろ残りまくったね。後ろ残っちゃったね。ちょっといろんなことがいろいろなっちゃって。めちゃめちゃ邪魔なんですけど、この木と木の間かな。そうですね、振り切っちゃいましょう、ね、やばい。やば、うまいね。まあ、まだまだですか。5番ウッド。左に乗る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 。こっちに行けよっていう。フィニッシュで操る。そう、フィニッシュでみんな操ってるから、プロゴルファー。こう打った後にうんってね。おお、またセクシーフェイ。またワン
ねえやめて本当に。あ、止まった。おお危ない。セーフ。まあ、50ぐらいだったらいっか。これでそんな、これがもっとつま先上がっちゃうと、私はこれを52に変えるんですけど、まあ58で、でも上に上がっちゃいそうじゃないですかね。52で打つか58で打つか、どうします？58で、58でポンかな。58で、うまっ。得意だねアプローチは。これしかできない。よかった。52にしてたら転がってっちゃったかもしれないね。なんか意外と砂巻いてあるからか、なんかね、あのスピンがほどけちゃうから、意外とアプローチは止まんないんだよね。そんくらい、あ、いいですね。それくらいの振り幅で頑張ります。おー、いいな。打てたんじゃない？まとも。ナイス。まとも。やった。やっとなんかまともなゴルフできましたね。今一打だけ。大体終わり際に上手くなるっていう。おー、いいじゃん。打てたんじゃない？まとも。ナイス。まとも。うまい、うまい。どうしたんですか？最後はしっかりちゃんと。やっと私のを読んでくれる。じゃあ聞かないと。一気に適当に打とうとするから、いいかなっつって。なんか結局感覚かなって思っちゃう。これ何パット？間違いですよ。まあね。方向はなんか距離とかは。ファイブオン。ジュンちゃんパーパット。そう、四打目。まっすぐなんですけど、ちょっとフック見ていいかなって感じなんで、もう右打ちカップ、はい、この辺くらい。ああ、そう、ここら辺向けてれば。うわー、きつ、きつ。入れます。なんだろう、引っ掛けたからね。オッケー。ごめん、どうしたらいいですか？なんですか。左足引いてたんじゃないの、こうやって引いてたかも。わかんない。これはもうほぼほぼ打ちですよね。そうですね、これもほとんど切れないのがまっすぐです。まっすぐ最後入れなきゃ。 OK。 じゅん回転。ウェイ、ウェイ、さすが。パーです。ナイスパー。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました、はい、どうですか久々にゴルフ。ゴルフ、いやちょっとやばい。いやでも言葉を失うぐらい。あ、本当？はい、私でも私が思ってたユキリンよりかは全然やっぱ、まあ、良くなってたユキリン。本当ですか、うん、確かにちょっとは成長したかな。課題は何だろう。あのボールの位置とか根本的なやつを多分そうね、うん、が間違ってる情報が多かったので、それまた改めてちょっと勉強したいですね、うん、はい。まあ、ちゃんとするところをちゃんとすれば、うん、きっと丁寧に感覚でしょみたいなところが全てになってるから。確かに確かに、ポンポンって打っちゃう癖あるので、そう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 、ちゃんと確認してもうちょっとね、真剣にって言ったらあれですけど。あ、そうだね、うん、まあ分かる分かる、言いたいこと、うん、確認すべきところをね、はい、ちゃんとね、まっすぐ次こそは立つとかね。確かにそう、うん、次こそは100切り。お、リベンジ。リベンジしたいです。悔しいです。すごい難しかったですよね。いや、じゅんさんからしても結構、はい、木が邪魔だったりとか、うん、木多すぎ。バンカーが本当にバンカー効いてるから、うん、なんだろう、フラットで簡単そうだなっ
ていう見た目だけど、うん、ちゃんと1打目とか落とすとこに落とさないと、うんうんうん、あとしんどいコース、うん、でレディースティーも、まあ、長め長かったね、ショートがすごい長かったです、うん、ね、長かったから、うん、まあ、ちゃんと、もっと真剣にやらないと結構バーッ、いや、プライベートですから、あ、そうだね、でもね、なんかね勝手についてきたでしょ、だって、あ、そうだ、勝手についてきたじゃんね途中からなんかちゃんとやんなきゃいけないみたいな、ちゃんとやんなきゃと思ったけど、そうだね、そう、今日はプライベートだったもんね、はい、勘弁してください本当にで次回は、まあ、リベンジも兼ねて、はい、ちゃんとね、うん、まあ、スコアを出すっていう感じでね、はい、ちゃんとつけたいですね、そうだね、っていう感じでゴルフをしていきたいと思います、はい、お願いします、はい、あー疲れたねお疲れ様でした、プライベートの予定だったのに、バイバーイ、バカバカバイ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 、もう撮らないでください、やめろ、撮らない。